はい。この動画をご覧の皆さん、これは何の動画だろうと、なんかね、急になんだこの花はというふうに思うかもしれませんが、今回は皆さんに募集していた質問にどしどし答えていきたいと思います。ただ私すごくラジオとかが好きなので、これをちょっとラジオ形式というか声だけでお楽しみいただこうかなと今回は思っています。なので、ちょっと絵がないんですが皆さん、 退屈したら止めちゃってもいいし、スキップしちゃっていいので、私はどんどんこの間質問を募集した中から気になるものに、じゃできるだけ上から順番に全部に答えていきたいと思います。なので皆さん早口になるかもしれませんが、ついてきてください。それでは質問に答えていきたいと思います。では行きます。 お疲れ様。ハイタッチで行って食べた博多でお気に入りの食べ物もしくは食べてみたい料理は何かなっていうことですが、これですね。私、こないだいたカズちゃんというお店がすっごい美味しかったので、また行きたいなと思います。海鮮最高です。今日のご飯何だった親子丼でした。今までバレンタインの思い出はうーん。いや、これはあんまりないんですね、残念。いやー、どうやったら早く起きられますか私の場合は愛犬が起こしに来るので、 おこしに来たら起きてます。最近パン食べてるぼちぼち食べてますよ今日のおかず何だった今日は親子丼でした。今行きたいところは今行きたいところは、スイスかなサークル何入ってるのお笑いサークルです。バレンタインは何作りますかんと、くまちゃんのクッキー作りました。大好きなみよりのここだけは直してほしいってところありますかみよりちゃんはね、納豆を置きっぱなしにするってところはちょっと直してほしいかな。楽屋でもだし、お家でも。チーム4といえば、私のホームタウン。 春休みのおすすめの本は何かあるうーん。いやー、雑誌読んで春服の研究しようかな。大学で何を学んでいるのうーんと、大学では、経済学はもちろんだし、数学とか英語、フランス語、いろいろとってます。大学生活順調ですかそうですね。今すっごい楽しいです。よく聴く曲はよく聴く曲は、うん、ワンオクロックさんの曲全般。 事務所の先輩であるユキリンについて喋る機会はありますかユキリンさんはあんまり喋ったことないです。最近ドラマ映画を見るとよく泣いちゃいます。これって年のせいかなうん、私も年なのかなはい。島田パンがうまく焼けない理由は何でしょううーん、島ちゃんね、下手くそうだよね。なんでですかねちょっと今度調査しに行きます。握手会でテンションが上がるネタは やっぱ私の大好きな n m b の話ですかね山田奈々ちゃん推しもしくはマッタ推しの方がいらしたらすごいテンション上がります今から取りたい資格はいやゆうきゃんで資格に挑戦します横山ゆいですあ全然似てないやめようはい仲間とあっの得意料理は炒め物、えー、高校のうちにしておくべきことはやっぱ中高生割引をフル活用するうちの兄がうんと個別の時に 人が来ていない時間ダンスの練習しているのを見てすごく真面目でいい子だと思ったって言ってたけどコツコツ派そうですねお勉強もダンスも結構コツコツ派で一日寝ないと頭に入ってこない派です英語上手ですかまあ人並みですかね仲間とは大学生活を楽しむ秘訣を教えて友達をたくさん作る私の場合はそうだな浅く広くって感じですかねまあでも結構人は 多いですかね友達多いです今は AKB の中でハマってることトークとかうんなんだろうな一昔前は動物の森がすごい流行ってたんですけどみんなちょっと飽きてきちゃって人によって違うかな今は何のサークルに入ってるのお笑いサークル気分転換の方法はテレビを見たり音楽聴いたり私は結構そうですねテレビを見るがいいかなこれからのお天気はうーんこれからの天気ね じゃあ、広び見てください。暗記のことは暗記のことは暗記のことがあったら私も知りたいけど、いっぱい書いていっぱい読むを私はやってます。今一番会ってみたい人はあれだろうなマツコ・デラックスさんかな連邦とジオン、どちらが好きですかうん。HKT に推しはいますかチョリチョリ一択 AKB に入ってから私変わったなぁと思うことはうーん人と自分を比べるようになったこと選抜に入ったらしてみたいことはそうだなぁカメラに抜かれてウィンクしたい年の差カップルどう思いますかうーん年の差カップルお互いが好きならいいかなって思いますゆきりんは優しいですかそっけないですか割とそっけない最近気になるメンバーは最近気になるメンバーは誰だろううーん また見つけたら報告しますおすすめの勉強方法があったら教えてくださいうん私も教えてほしい今イチオシのお笑い芸人さんは誰うーん岩高麗真面目な質問ですシャスってどう思いますかシャースはい仲間ったと同じ大学です勝手に親近感が湧いています レポートなど課題は一気に終わらせますかコツコツ終わらせますかできるだけ早めに一週間前とか出てすぐとかにコツコツやりたいんですが、なかなかできない時はもう一日前とか、締め切りの何時間前とかにやっちゃったりします。仲間った一番の弱点は、 あなんだろう、頭、いいよねフィルターをかけて私を見られると結構、早稲田っぽくないとか、なんか、ボケっとしてるとかよく言われますね。と、竹内美ゆちゃんとの思い出。ね、みゆちゃんとの思い出か。私と美ゆちゃん似てると思うんですよね。でも、あんまり、いちいちで話したりしないので、 そうだなでも、公演にいっぱい一緒に出てた時はすごい、なんか仲良かったなっていうか、今も仲良い,いですけど、今より仲良かったかなっていうふうに思うので、一緒に公演出たいです。AKB に入って今までで一番びっくりしたことはなんだろう、お弁当が出る。シャス、真面目に質問、究極に暇な時は何をするテレビ見ます。カビデオ見たり、スタイア行って、ビデオ借りたりとかです。海外で公演を行うなら、どこの国で公演をやりたい理由もお願いします。 うーん、あー、どこかなーうーん、やっぱスイスですかね。<laughs> 携帯の仕事をしています。何使っていますかドコモです。二台持ちですが、どっちもドコモですし、前のガラケーもドコモです。ダイバーシティに浅いボールを食べに行ったあるんですねダイバーシティに浅いボール。水ずれ連れて行こう。よし。握手会の時、少ない時間で何回も来るが、一回でたくさんの時間をするのか、どっちがいいの うーん、どっちもいいんですけど、一回で、バってまとめ出しをしてくれるのももちろん嬉しいけど、それよりかは、一回一回来てくれた方が、あ、この人いっぱい来たなっていう印象になって、顔は覚えます。